バルボロフェリスは、ネコモクネコアモクに属する、絶滅した、哺乳類の属。新大三期中心夜の中期から後期にかけて、アジアと北アメリカ大陸に生息した。種にもよるが、体長は約1.3から1.5メートル。発達した剣士や、その剣士の受け皿となる、下顎の都粒が、特徴の一つである。バルボロフェリスは、バーナード・シュルツ、マリアン・シュルツ、 ラリー・マーティンにより1970年に命名された。俗名は、ホロタイプ標本の発見の数日前に死去した、古生物学者、エルビン・ヒンカリー・バブアーへの懸名である。上位分類群は、バルボロフェリスカとされているが、バルボロフェリスカ自体の位置づけが、確定的ではなく、2020年時点では、ニムラブスカの位分類とする見解もある。B ・フリッキーの生態創造復元図。 バルボロフェリス族並びに、バルボロフェリス下で最大の種である、B フリッキーは、体長は1.5メートルや1.6メートルとされ、肩の高さは90センチメートルに達した。なお、死は短かった。頑強な骨格と筋肉質な肉体を有していた、ことが示唆されている。富田幸光は、著書で、熊のようなライオンと形容されそうであると、表現している。 属全体の特筆すべき特徴には、眼下の後方に発達した骨のアーチ、下顎の左右両側に存在する、下向きの突起が挙げられる。この突起には口を閉じた際に、剣士を内側から保護する機能があった。また、バルボロフェリス属は、列肉場も大型であり、死肉を効率的に処理できたことが示唆されている。これは彼らが競争の激しい生態系に、 生息していた、群れで生活していて、食事の際に、奪い合いが発生していた、などが理由として考えられている。頭蓋骨は、前後に短く上下に高い。特に眼下の後方でように短くなっている様子が、見られる。北アメリカのクラレンドニアン期にあたるラブボーン、炭層から産出した、バーバリファリーズラブラムの生息環境は、草原や水系森林や湿地が入り混じっていた。 当時の環境には、植物食動物では、シンテトケラスやテレオケラス、アイピカメルス、ネオヒッパリオン、ナニプスなど、動物食動物では、マカイロデス赤のニムラビーです。犬科のエピキオンやオステオボルス、熊科のアグリオテリウムが生息していた。次の時代である、ヘンフィリアン期は、バーバリファリーズフリッキーの時代であったが、この時代には、マカイロデス赤のアンフィマチェロダスカルラデンシスト、 共存していた。これらの大型のその他食肉目とバルボロフェリスカとの間では競合が起き、例に挙げたような植物食動物が獲物になっていた可能性がある。ありがとうございます。